いや、しかし前あのオープニングした時に山ちゃん、はい、山ちゃんあの後めっちゃアルミめっちゃおもろかった4回ぐらい見返したんです。だから俺はめっちゃ面白い、俺はずっと面白い、そうは負けたらもう俺もやめる、それぐらいの覚悟で見たいと思う。お、今日負けたら俺 YouTube やめる。その時は2人で一緒に相撲ね。じゃあな、じゃあな。はい、スティーラーズファンの皆様、ボンジュー、ご視聴ありがとうございます。めっちゃいい天気です。この快晴の空の下、ここ神戸でやるのは今シーズン最後です。ホストゲーム、神戸。対するは強敵、サンゴリアス。プレイオフに向けて強敵ですが、絶対にもう負けることはできません。あわよくば今日は勝ち点5取って、最終的に3位目指していきましょう。今日は男祭りということで、この男性限定に配っているんですが、めっちゃかっこいいです。めっちゃ似合うでしょ。今日は気合い入れてこの必勝鉢巻きもつけてきました。本当にね、もうね、半袖どころか今日裸でもいいぐらいの気温で、なかなか選手はね、暑くて体力奪われる試合になると思いますが、本当にね、神戸の選手たちは去年までの反省点を生かしてフィットネスガンガン鍛えてるんで、まあ、気温が高かろうが持久戦になろうが肉弾戦になろうが、決してバテることなく80分間全力で戦ってくれると思いますので、僕も80分間全力で応援していきたいと思います。本当にね、もう負けられないんで、注目選手とかもうそういうんじゃなくて、もうとにかく勝つしかありません。本当にサンゴリアスには最後に勝ったの4年前、もうそろそろやっつけたい。相手は本当に強敵ですが、ただ日本一を目指すには絶対に倒しておかないといけない相手だと思うんで、今日は高天板にやっつけてやりたいと思います。今日もバックスタンドから熱い熱い午後神戸コール届けていきます。まあ、前回の僕の動画のコメントにちょこちょこね、応援に対するご意見いただいてますが、これからもっともっとみんなが楽しくて、そして選手のモチベーションが上がるような、そんな応援、残りの試合、まあ、プレーオフも含め届けていきたいと思ってますんで、至らぬ点もあるかもしれませんが、一緒に応援の方よろしくお願いいたします。本当にね、これ撮ってるけどね、日差しほんと強くてめっちゃ眩しいんですよ。本当にね、初夏みたいな感じですが、神戸も本当に桜が満開になってまして、着いた瞬間総合運動公園の桜最高だなと思ったんですが、そんな満開の桜のように今日絶対スティーラーズ勝って、僕たちスティールメイツの笑顔も満開になるんじゃないかと思ってるんで、今回も最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ今日も現地に来られなかった皆様の分も僕が全力で応援してまいります。それでは今日も行ってまいります。ゴーゴー神戸。本日バックスタンドにお集まりの神戸ファンの皆様、本日神戸でのホームゲーム最終戦です。今日も熱い声援よろしくお願いします。イエーイ。今から3つ質問しますので、答えはすべて神戸でよろしくお願いします。イエーイ。今日勝つのは神戸。プレーオフに行くのは神戸。お花見よりも神戸。ゴーゴー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 神戸。本番もよろしくお願いします。先生
はい、前半終わりまして2点差で負けておりますが、この試合めちゃめちゃ面白い。神戸まだノートライですが、本当にこの試合どっちも後半が勝負といった感じです。現段階でどっちが優勢とかいう感じは本当に全然なくて、本当にこの試合最後まで分かんないですね。まあ、本当に強いて言えばホームアドバンテージ、今のところそれくらいしか勝てる要素ちょっと見当たらないんですが、まあでも後半本当にレニーヘッドコーチの手腕にかかってくるんじゃないでしょうか。いやでも本当にね、この試合本当に面白い。今シーズン一番面白いかな。会場の雰囲気もすごいいいんでね、最後の最後まで全力で応援続けていきたいと思います。後半も頑張ります。ゴーゴー神戸。はい、ということで試合終了しまして、スティーラーズ惜しくも敗戦となりました。いや惜しかったかな。まあ惜しかったか、やっぱりペナルティやミスの差が出てしまったなと。いや惜しかったけどね、やっぱサントリー強えな。もう少しってとこまではね何度か言ったんですけど、そのもう少しをねやっぱりね許してくれないんですよね。これがねやっぱり優勝争いするチームだなと。いやまあサンゴリアスが強かったと、もう今日はこれに尽きるんじゃないでしょうか。確かにスティーラーズミスペナルティ多かったです。いやー悔しい。残りの試合は本当に全部勝ってほしいですけど、ちょっと4位のイーグルスの結果もスティーラーズがプレーオフ行けるかどうかに関わってくるなと。まあなのでできればどこかのチームイーグルスを倒してください。まあねこっちのカンファレンスねやっぱ厳しいんだよねっていうのをね、まあ本当言い訳になりませんが、いやーもうでもね、いやー今日本当勝ちたかったな。勝てると思ってたんだよ本当に。いや本当にね実力の差はねそこまでないと思うんですけどね、本当にね本当にちょっとなんですよ。いやー悔しい。そして今日がこのユニバーである今シーズン最後の試合となりまして、ここに来るのはまた、まあ、年末か年明けぐらいになるんじゃないでしょうか。まあ、陸上競技場あって客席から遠いっていうのは確かにそうなんですけど、僕はこのスタジアム好きですね。やっぱりホームはここだなって思います。残りの試合も全て行く予定ではいますので、プレーオフ行ける行けない、まあ、それは抜きとして残りの試合も全部全力で応援していきたいと思いますので、皆様もどうかこのチャンネル引き続きご視聴よろしくお願いします。いやちょっとね心身ともにちょっと疲れました。いや勝ちたかったな。まあちょっとだけ休んでまた来週から応援も YouTube も頑張りたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。次回秩父宮ブレイブルーパス戦でお会いしましょう。メルシー、僕アビアント。